旧泉家別邸は、広島県尾道市にある住宅。別名尾道がウニハウスとして知られている。近代尾道における別邸建築の代表的なものであり、現代尾道で活動している NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトが手掛けた代表的なものである。現在はレンタルスペースとして貸し出している。国の登録有形文化財。尾道に、 山陽鉄道が開通することにより、線路不設のため立ち退きに迫られた住民によって、線路北側の山手側に、家屋の建設が始まった。加えて、鉄道運搬によって、財を成した商人たちが本宅とは別に、菜園と呼ばれる別荘を山手側に建て始めた。この住宅もそれらの流れの中で建てられたもので、箱物製造、販売を手掛けていた。 泉ずみもさぶという人物の離れ、別邸として建てられ、一人の大工が3年かけて1933年、竣工したという。1980年頃まで、泉家が用いていたが、その後は、空き家同然となり、手入れもされていなかったため倒壊の危機にあり、取り壊される予定であった。そこで現在 NPO 代表を務める人物が年に、買い取り再建を開始 この流れで2008年 NPO 法人が発足している。2013年12月24日、国の登録有形文化財に登録される。傾斜地に立つ十坪の狭い洋館付け住宅。木造2階建て、寄せ棟作り、三河瓦ぶき。坂の町、小道を象徴するかのような崖地の複雑かつ狭い、敷地、外壁は、 南京下三板で施しそれが深い陰影をもたらし、建築当時流行した和洋折衷型いわゆる義用風建築で作られたことで独特の雰囲気を醸し出している。特に階段が珍しく三角形で片側に湾曲している。別邸として作られたため簡易な台所があるだけで、浴室などはなく水回りの改築は行っていない。地下は防空壕を兼ねていたという。 ガウディハウスはアントニガリを連想させるとして以前からそう呼ばれていたそうであり再建を進める NPO 法人によるとサグラダ・ファミリアのようにいつ完成するかわからないものという意味合いを含めてこの愛称で呼んでいるというありがとうございます